ロックマン2で遊ぼう5回目。今回はどこを倒しに行くか。ウッドマンあたり行っとこうかなと思うんですよね。っていうのも、あの有名なエアーマンの歌詞、そこを参考にすればアイテム2号がですね、ウッドマンステージで取れるはずなんですよ。ただ、さらに参考にするなら怖いのが、ウッドマンも倒せないよーって歌ってるのが怖い。前回クラッシュマン倒したんで、このクラッシュ武器使ってみましょうか。お、ん？なんだこれ。お、減りが早いな、異様に。よいしょ。減りが、ちょっと待って。クラッシュ武器異様に減りが早い。なんだ？威力がでかいのか、その分。あ、でかいんだ。一発じゃ死なないもんね、このコウモリ。あ、回復しとこう。クラッシュ。ボスには有効かもしれないですね。ここの BGM すごいかっこいいな。おー、ウサギ！うわ！でもこれよく聞いたらエアーマンのメロディーが使われてるのかな。いや、エアーマンのメロディーというかあの曲、ちょっとメロディーウッドマンステージに似てる気がする。こっから撮ってんのかな。うわっ、あっ、ちょっと危ない。回復したい、クラッシュ回復したいわ。進んでいきましょうね。ドゥドゥマムル。いや違う、エアーマンじゃないよ。あれだ、思い出は億千万か。思い出は億千万にちょっと似てるってことは、ワイリーステージに似てるのかな。うん、でもやっぱいいね、ロックマンの BGM は本当に。おー、危ない。危ない、怖え、犬。これどうしようか。そうだ、メタルだ。メタルで、下。あ、微妙に当たんない。危ない。メタルのいいところは、ほんと方向性もあるんだけど、ヘリがすごい遅いっていうのは、助かる。あ、また危ない。あ、でもここは斜め。斜めはいかないのが。ここをジャンプ。ジャンプしながら。わあ、怖い。犬めっちゃ出るな。ん？まだ出んのかよ。いや。メタル使うか。ここ。ほ。よいしょ。よいしょ。危ない。燃える。よし。メタルがすごい優秀なんだよね。使えるわ。ん？ああ。コウモリ。こ。ああ。よし。いい感じだよ。進んでるよ。お、なんだ、お、猿。あ、じゃあここもメタルだわ。下、ほら。猿相手に、あー、この鳥やだ。うわ、この鳥嫌いだわ。俺鳥全般大好きだけど、鳥類好きだけど、この鳥は嫌いです。卵を羽化させたらやばいんだよな。その前にやっちゃう、親鳥をやっちゃうのがいいでしょう。ああ、ウサギ危ねちょっと待って、どうしようかな。ここはここもメタル連打でいくか。よし、やばい、メタルなくなっちゃうな。あ、
メタルなくなる。回復したい。めっちゃ出るじゃん。やばい、もう使えないわメタル。もう出てこないでウサギ。お、なんかでも、あー危ない。危ない。ここ鳥エリアだな。ダチョウ、危ない危ない。いや、これはもうやり過ごしていった方がいいパターンだわ。あー、もうダメダメダメ。お、ボス来た。今回もまだ一回も死んでないですよ。とりあえずウッドマンがどんな感じで攻めてくるのかをまずは見極めないと。出たな。見た目は出してんだけどな、ウッドマン。おー、おー、すぐ死んだ。でも、なんだ、攻撃弾いてたな。ボンバー、あ、ボンバー、バブルか。ヒート、あ、ヒート効きそう。木だもんね、火、放てば。バリア貫通とかない？あ、いや、そんなことない。ここ、落ちてくるのと投げる。あ、いやでも、あ、いや、ちょ、待って。いや、ヒート効かない。バブル当てるの難しい。メタルはもうない。クラッシュは？あ、クラッシュ！あ、あれ何これ？あれ何これ？あ、爆弾、こんなんあるんだ。クラッシュ効く。クラッシュ有効っすね。クラッシュ有効。あ、ちょっと一回ここで、じゃあごめんなさい。今回もセーブさせてください。あー、静寂が落ち着くね。セーブだけしておいて。やばい、でもクラッシュなくなるか。やばいな、ちょっと。ロックバスターで行く？でも、攻撃は割とパターンを読めれば、いける気もするんだよな。ここで、上からと、あ、これジャンプでかわせるでしょ、だって。ここ、あ、こういうことね。この後、上からと、あ、無敵の間にこっちに。ほっ、あー。やべえ、結構難しい。ウッドマンが倒せないよ。ちょっとロードします。あー、そっか、そういう感じね。いや、タイミングだな。タイミングを見極めればいける。ほっ。で、上から、あれ、上のが避けれないの。ここ、あー、いや、ちょい早めにジャンプした方がいいな。あ、いや。うわー、やばい、これ、むずいぞ。あれー、タイミング読めねー。これは、苦戦するウルトマンが倒せないよ。ここ、あ、いや、早すぎた。ここ、あ、違う、早すぎた。タイミングがわかんねえ。あー、結構ね、威力一発一発がでかいんですよね、こいつ。うわ、嫌な感じ。嫌だねー。こいつ嫌だねー、ウッドマン。お、上も気をつけつつ、ここを冷静に。あ、いやいや、でも半分ぐらいは削れた。やばいやばい。あ、いい感欲しい。いい感欲しいな。いや、でもなんかちょっといけそうな気はしてきたよ。あ、ごめん、また間違えた。どこだっけ、パッドボタンか。はい、ロードします。さあ、ここを避ける。ああ、
やいや、これはけうわーこれはこれはしんどいなやばいな。久々になんかがっつり苦戦してる気がするぞ。イエローデビルを思い出すわ、この感じ。あ、いやいやいや、ごめん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 、今間違えた。お、あほっ、あ、いやいやいや、違うんだな。タイミング、タイミングを、あ、ごめん、また間違えたつい PS ボタン押しちゃうんだよな。タイミング、タイミングをな。ほっ、これだ、ここだ、今のだ。ほっ、あー、上からも来るのきついぜこれ。無敵の間にこっちに行っちゃって、あー、きつい。あ、また間違えたちょっともうおじいちゃん、おじいちゃんしっかりして。はあ、脳がバグってくるな、これどうしよう。ちょっともう一回ステージ頭からやってヒートを回復してこようかな。ヒート引いたよね、結構。ヒート回復、一回ヒートにして。特にさ、これあ、効くよ、ヒート。そうだな、ちょっとごめんなさい、一回ステージやり直します。で、ヒート回復してきますね。戻ってきたぜ。つってももうライフが死にそうだから、とりあえず一回負け戦だな。お、これがだから上から落ちてくるのが一番端にいても当たっちゃうんだよね。ってことはだからちょい右を受けなきゃいけないのか。よし、じゃあここでセーブしておきます。ヒート武器も一回も使ってないんで。あるんですよ。よし、これはいけんじゃないのか。貴様許さんぞ。だ、今のうちに貯めておいて。あ、別の方向行っちゃった無駄なことした。あれ、あんま効かない。あれ、あ、ちょ、あ、ちょ、いや、いやいや、連打すれば。あ、いや、なくなった、なくなった。ちょっともうちょっともう、あー、ロードします、ロードします。あれ、ヒート減りが早い、やばいな、ヒート。あれ、連打できないな。バリアが出てるうち、あ、飛ばし、ここだよね。ジャンプ、おう、じゃ、うん、いや、でも、あれ、あんまりロックバスターとヘリ変わってない？ちょっと待ってよ。こいつ、激ムズなんだけど。ほっ。あんまりね、ヒートもロックバスターも、か、あ、難しい。あ、もうまた、おじいちゃん、おじいちゃんちょっとしんどくない？これおじいちゃんには。嘘だろ。ヒ
ビート、クラッシュ、クラッシュ、これがもう2、3発で死ぬよみたいなのがあればまだなんとか。いやあんま変わんない。あれ、あ、食らってる、あ、これ、うわ、これいいだ、あ、食らってるじゃん、ダメージ貫通ダメ、あ、なくなった、なくなった、なくなったけど、なくなったらじゃあロックバスターで、あとはそっか、これだ、見えた、今見えたけど、見えたけど大変なのは大変だな。老後します。クラッシュがバリア壊すんですわ、貫通してました。だからクラッシュなくなるまではもうひたすらこれいっちゃおう。ほら、あとは避ける、避ける、あ、もうなくなった、もうなくなった、避けましょう。ほっ、あー、いけんじゃない、あとは冷静に、冷静に、もう一発、わー、やった、倒したやったすーげー大変だった。はあ、ウッドマン倒したぞ。リーフシールドをゲット。リーフシールドってあの周りにあった丸いやつかな。うん、パスワードはこんな。いやー、なんとかねクリアしましたよ。あれ、アイテム2号出ないじゃん。あれ、アイテム2号ここじゃないの。お、あれ、あれなんだろう、ウッドマン倒せば出ると思ってた。そういうことでもないみたい。じゃあ次回はフラッシュマンかクイックマンだな。最後にエアーマンっていう感じにはなると思うんだけども、それじゃあ今回はこの辺で。おじいちゃん疲れちゃったまた次回。